Quarantine Daisy Japan, Day 13. Welcome to Doshito. I'm Masamori. I'm at Arayashiki Len on Virtual Market 4. Today, I'll show you a booth called Indo no Yoru Sagashi with the owner. Let's go.生放送でインドの夜探しというものをやっています。探し物インドです。よろしくお願いします。こちらのブースはですね、2019年の4月初めから今年2020年の9月までの間に生放送でインドの夜探しというのをやっているのですが、出演していただいた約108名ものゲストの方々のツーショット写真を記載させていただいております。来ていただいた感謝の印としてともありますが、インドの夜探しの宣伝効果もあるといいなという感じで、はい、出展させていただきました。来ていただいたゲストの方と1対1で雑談フリートークをしながら、その方の VR の活動とか VR 始めたきっかけみたいなものをこうお話ししていくという番組になっております。YouTube で日本時間の夜10時から放送しております。曜日については毎週木曜日にやっているんですが、その他の曜日にもね、気まぐれに放送していたりします。そうですね、今回、まあ、この VKET4 を主催している動く城のピオさんや漫画家のリーチャ隊長とか、いろいろな人がね、出演なさっていたりするんですが、みんな個別にすごい特徴的な人なもので、なかなか選びるのが難しいかなと。やっぱりみんなね、リアルでできないことをこう VR でやってみたいとか、リアルの延長線上でバーチャルで活動していたりとか、もうお話聞くだけでみんな楽しい方なので、みんな特別ですね。ゲーム実況なんていうのをね、していたりしたんですが、僕実は VTuber としてね、2年目なんですけど、1年目の終わりぐらいにフレンドから言われまして、第1回目、第2回目とフレンドの間でこう、生放送してるうちに、徐々にね、輪が広がっていって、今ではすごいたくさんの人にね、出演していただいている番組になったという感じです。生放送にありがちなんですけど、例えばゲストさんの方がね、VR チャット内なんですけど、フレンドオンリーでインスタンスを開いた時に、生放送とは知らずにちょっと入ってきて、それがね、著作権に触れそうな、ちょっと危ない感じの方だったりしたりね。このリンドの夜探しが1秒、1分、1時間も本当に、それだけ長くどんどんやっていきたいっていうのがあります。まあ、一歩一歩、一人一人、楽しいお話をできたらいいなって思っています。Thank you for watching! リンドの夜探し、バイ探し物リンドでした。See you next video! Thank you for watching! I hope you enjoyed this video! If you like it, please give us comment and subscribe our channel! See you in next video!